さあ平成最後の大晦日の朝を迎えました。いいんですか、これ見て始まる大晦日でいいんですか、皆さん大丈夫ですか。さあそのわけで、ね、黒い瞳の脳は、はい、来年、発売20周年です。まあ、ガストの RPG ですね。あのアトリエが出てちょっとしてから出たけど、まあ、なんか別方面で進めようと思ったけどなんか単発で終わってしまったっていうのをさっき聞いたんで、まあ、そういうゲームだそうです。はい、一応あれですかね、奏者紹介的なことっていうのはしますかね。はい、というわけでまずはこちらモッツさん、ロマサガの制限プレイですとか、あとは F-Zero のタイムアタックのガッツデイです。はい、来年の目標は脳全一奪還だそうです。マジで、はい、でそしてこちらクロップスさん、アーシャのアトリエサガフロで、まあ、RTA in Japan オンラインに参加していますと。で今年サガフロの RTA を6年ぶりに全一更新ということで、はい、ね、で、あと、まあ、後ろにノアが走れる人もう1人いるんで、まあ、ここの3人と後ろの人1人を含めてあのこれで全員です。 今現役のノア勢全員です。これで全員集合してます。はい、ね、すごいですね。はい、っていう、まあ、そんな感じのメンツでお送りします。じゃあ大丈夫ですか。はい、いいっす。はい、じゃあそれではカウントダウンしていきたいと思います。はい、3、2、1。あ、大丈夫ですか。うん、ちょっと待って待って、ちょ大丈夫ですか。ここからでいいか。はい、ここからでいいんじゃないですか。いや、なんかニューゲームからですよね、いつも。ニューゲーム遠いから遠い。はい、なんかすいません、なんか数えてからなんかあの気づいちゃったんですけど。はい、じゃあ改めまして、じゃあ OK ですかね、お二人とも。はい、クロプスさんは。あ、大丈夫です。はい、じゃあ改めて、はい、3、2、1スタート。さあ、まあ、オープニングの読み込みも若干あるんで、まあ、軽くね、あのどういうゲームかっていうのを説明させていただきますと、まあガストの RPG なので、アトリエから調合要素を抜いて、まあ、モンスターの捕獲と育成を加えたファイナルファンタジーです。わかんねえ。あの戦闘がなんかあのファイナルファンタジーみたいな感じの、なんかあのバーが溜まっていく、バーが溜まって行動できるようになるっていう、そういう風な感じのシステムなので、まあファイナルファンタジーみたいなもんですね。はい、でストーリーなんですけども、石に咲いてしまった幼馴染、今あのこれ石に咲いてしまうんですけど、このディスティーンっていう幼馴染が、このディスティン君を助けるゲームです。こいつを助けるために今出てきた魔人っていうのを倒すために、まあ魔法を覚えたりモンスターを仲間にしたりするっていう、そういうゲームになってますね。で、このゲームマルチエンディングになっておりまして、エンディングが9種類あるんですけども、まあそのうちの攻略本というところのエンディングナンバーワン、トレジャーハンターズっていうのを目指してます。はい、ちなみに今エンディング9つあるんですが、ハッピーエンドは2つです。7つほど、まあ、あのバッドエンド的なね、ちょっと後味の悪いエンディングになっております。はい、で、まあ、女神様から魔法を授かって、まあ、家族の了承を得て旅に出ようというところですね。ちなみに今、かなりメッセージガチャガチャ送ってるんですけども、これ手動でやってますね。丸×L1L2 の4つのボタンを連打することによって、この速度でメッセージスキップができます。これも大体まあ2分ほど続けます。あ、腕がつる、やばい、やばい、腕が本当にね、これきついんですよね、リセゲーしてると特に。疲れてた。はい、そんな感じになっていますね。まあ魔人を倒すために7つの封印魔法っていうのを集める話なんですけども、RK で登場するのは3つとなっておりますという感じですね。もうすでに腕がきつそうですけど、お二人も。さあ、そしてこのゲーム、状況再現が実はできまして、まあ、序盤の5分、6分くらいはちょっと状況再現していくことになるんですが、プレイステーション特有の、なんでしょう、謎の乱数ブレというのがありまして、それのせいで、再現が確実に決まるかどうかっていうのが若干怪しいんですね。まあ、なのでお二人ともこの最初の戦闘の最初の行動で来た目になります。来た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 来ました。あー、ミスった。モッツさんがここでさあ再現ができなかった模様を、ここでクロプスさんがかなり優勢という形ですね。
状況再現の内容としまして、まあ、モンスターを確実に積もることが目的となっています。ウルフリーダーとグリフォンの2体です。まあ、そのモンスターを積もるだけではなく、道中のエンカウントを、まあ、手早く逃げたいとかね、エンカウントが少なく済むようにしたいとかっていう、そういう調整も事前に行っておりますので、まあ、そういったものも含めて下げることになりますね。さあ、ここまでは固定戦闘ですね。最初の固定戦闘でゴブリンを1体ゲットして、次の戦闘でアメーバを1体ゲットして、どうしようか、これで、4体じゃない、5人になりますかね。ノアゴブゴブアメ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 で5体ですね。さあ、一方で再現失敗で出遅れてしまったモンツさんも対戦に入っております。アメーバは、ゴブリンでいっぱい殴って、まあ、ノアで捉えれば OK。またさあ、ミスりましたね。酒場に入ると乱数が動くので、これは再現ミスってるのではないですか、もしかして。大丈夫ですか。いや、ダメですね。ダメです、アウトですね。まあさあ、まあ、お二人とも緊張してらっしゃる感じですかね、まあ、これでね、フェアって感じで。そうフェアですね。フェアプレイをしたってことで、フェアプレイポイントで、はい、そうさあ、そして開始から30日、ゲーム内時間で30日経過したことで、セルの街にデュランソンという神官が出現して、大地の神殿の場所を教えてくれると。で、この大地の神殿が最初のダンジョンになります。本来はこの大地の神殿の最初の固定敵まで、まあ、再現が続くはずだったんですけど、あ、OK、残念ながら、溶けてしまったということです、ね。こうか。さあ、そしてこのゲームのモンスターの積もりやすさというのは、HP を減らせば減らすほど、まあ、積もりやすくなっている、なんでしょうか、ポケモン形式でいいのかな、ちょっとポケモン詳しくないんで分からないんですけども。さあ、プロプスさんの方は、まあ、一応往復して、ウーフリーダーが出てきたので、再現ではないんですけども、あ、オッケー、オッケー、ナイス、ナイス、もう混乱してるんです、殴るとか、神か。さあ、リードで混乱ですね。まだウッドって敵が使ってきますけど、おっと、さあ、的確に殴ってくれる。しかし、これ、モンスター戻すことができないので、経験値は戻すことができませんね。経験値は集中できませんね、これ。さあ、このゲーム、経験値は人数割なので、まあ、ノアのレベルだけ上げたかった経験値は、ノアに集中させて、まあ、他のモンスター戻した方がいいっていう感じになりますかね。さて、まあ、再現が途切れたことで割と本当にこの辺話すことがなくなってしまったんですけども、まあ、戦闘中に、HP と MP のゲージの上に黄色いゲージがあるんですけども、それが、まあ、素早さゲージみたいな感じですね。あの FF の ATP バーってやつですかね。あんな感じになっています。で、ステータスの AGI、AGL が高いほど、まあ、それが溜まるのが早いという感じですね。さあ、クロックスさんは最初の固定敵に入りました、この固定敵戦なんですが、ノアが前のゴーレムにワンパンされると死にます。なので、殴られないことを祈るゲームです。ちょっと待って、で、残りのモンスターで後ろを処理していくんですが、まあ、ゴーレムは大体1回か2回しか動かないので、まあ、ゴーレムがなんかその、なんでしょうね、動くまでに処理しちゃう、処理しちゃいたい感じです。またモンスターに壁になってもらいつつも、なんですけども、あんまり早くモンスターをこんな感じで戻しすぎると殴られて死ぬので、まあ、安定にとって防御を1回入れましたね。ウミーダを戻してファイアボールと、これで、まあ、ノアのレベルが3になってで、とりあえず、次のダンジョンの火山火の神殿ですかね、火の神殿のボスまでにノアレベル6は最低でも入っていないといけないので、まあ、ある程度ノアに経験値を集中させながら進んでいく形です。さあ、そして道中のエンカウントに関しては、まあ、AGI が高いほど、逃げやすいみたいな話なので、アメーバが素早さの高いアメーバが2体いるので、まあ、それで頑張って逃げていく感じになりますね。あ、そんな感じで、本来ならばここで再現ができていると、グリフォンっていうモンスターがいるんですけども、そのグリフォンが、相手を暗闇にするブラインド、素早さダウンのスネアっていう魔法を持っているんですが、まあ、それをゴーレムにかけるともうちょい安全に戦えるんですけど、まあ、クロプスさんの方なんとか突破しました。さあ、この後は
まあ、見せ場らしい見せ場なのかな。はい、今答えてきをさらっと抜けました。このゲームなんですけども、マップが四角くなってるのに対して固定シンボルが丸いので、まあ、あんな感じで角をすり抜けて通ることができますと。はい、そして大地の神殿クリアでアースクエイクという魔法が、手に入ります。ここからまた別ゲーになります。今まではファイアボールで、まあ、1体ずつ敵を処理していたんですが、ここからはアースクエイクで、まあ、全体でガシガシ削っていく感じになります。さあ、もう逃げるのがめんどくさくなって敵処理しましたけども、まあ、これはこれでね、モンスターのレベルが上がるので、この後の突破率も若干上がるかなってきたところです。さあ、2人とも大地の神殿突破して、次は火の神殿、まあ、火山に突入していくんですけども、その道中で、まあ、先ほどからなんか金髪のお姉さんが出てきてると思うんですけども、セリエナさんって言って、そのセリエナさんのフラグを立てていくことでアカデミーっていうのが、まあ、オートに出ることになりますね。まあ、アカデミーは、何でしょうね、モンスターに魔法を覚えさせたり、あとは育て屋さんみたいな感じでレベル上げたりとかできる、あとモンスターの進化もそこで行えるっていう、そんなところですね。ノアの強化と、あとは、何でしょうね、ラスボス魔人戦に耐えるだけのモンスターの強化も行っていかなきゃいけないので、まあ、そういった進化魔法を覚えさせとかっていうのは割と今必須みたいな感じになってますかね。妖精ナイト成り立たないですね。さあ、泣いたらないというふうな感じですけど、はい、さあ、エンカウント差でもうほとんどこれは2人とも差がないのかな。ここまでの大地の神殿の取得したお金で、バカ、おっと、なんかやらかしましたか。バカあー、バカー、今のグリフォントレー、あーと逃げてしまったのか、なるほど。さあ、そしてさらっと、バトルソングという魔法を購入していましたけども、このバトルソングが、まあ、なんていうかな、バイキルトとスカラが同時に入るみたいな、そんな感じですかね。戦力アップっていう。さあ、お金的にはだいぶギリギリなんですけども、これと、回復アイテム5つ6つくらいしか買えないっていう、もうなんかガスト側がここでバトルソングを変えていってるかのような見事な金額調整がここでできる感じになりますね。さあ、クロップさん先にアカデミーを出しに行って、これはアメーバにホーリープレイスを入れることで安定させていきましたね。ホーリープレイスは、ヘイストです。はい、素早さを上げます。おい、来た、おっと、さあ、そしてクロップさんの方はここでグリフォンを積もる感じにしていくが、まだミスっている、まだミスっている。さあ、モスさんはそうしこうしている間にも先に火の神殿に入って、まあ、アースクエイクで一瞬であのドラゴン2体が沈みましたけど、まあ、こういうゲームになります。封印魔法がこのゲームクソ強いので、まあ、封印魔法でガシガシ敵を倒していく感じになりますね。さあ、火の神殿、この浮いている火の玉が非常に素早さが高くて逃げにくいのですけども、まあ、ここも 1,2 ゲームお祈りゲーになります。さあ、そして固定抜けは、ここの角を利用して一発で突破と、まあ、今のも規定の動作ってやつです。はい、そしてアイテム回収しながら進んでいきまして、ここは当たってしまうが、ここの固定は当たり抜けができます。当たり抜け、まあ、あんまり聞き慣れない単語だと思うんですけど、我々あのなんかロマサカ勢は当たり前のように使っていますけども、まあ、当たり抜けって言います、こういう当たって抜けることは。はい、さあ、そんな感じで、火の神殿の固定ボス2体目ですね。ここでノアに経験値集中させれば、まあ、レベル6は入るでしょうと。今のところでもゴーレムでの事故はないですかね、お二人とも。ここも引き続きノアが殴られるとワッパで死ぬんですけども、さあ、これであとはモンスター戻したいとこだったんですけども、ゴーレムが先に動くのを見て防御でちょっとお茶を濁した感じですかね。まあ、ゴーレム素早さが低いので、こんな感じで一回防御でターン回して他のモンスター戻してからのは短期にしても全然問題はないと。
という感じですね。さあそして次がこのゲームのラスボスみたいな感じの一番強い戦闘になりますね。火の神殿のボス、なんだレッドドラゴン、ファイアドラゴンかける3と、ヘルハウンド2体という編成ですね。さあハテナ木の実を、なんか適当に使ってるように見えるんですけども、これは、アイテムが取得順に下から並んでいくので、まあ、今のは固定位置の木の実ですね。さあここの戦略はバトルソングをかけてアースクエイク ×2 で倒すことになるんですけども、こんな感じで防御する前に殴られると相当きつい。モンスターが防御してから、ファイアボールとかで受けると、まあ、あのダメージが半減するので非常に長持ちするんですけども、さあノアパンはやばい、やめろ、一発では死なないんですが、もう一発殴られたらこれは死んでしまう。ダメージが65、絶対足りない。さあアースクエイク2発で壊滅状態まで持っていきたいんですけども、もうこれはまあノアが殴られなければ問題はないと思うんですが、許されたかな。ドラゴンもなかなか足が遅いので、あ、レジストファイア許されましたね。さあこれで壊滅状態で右下の1体が残るので、この右下のヘルハウンドとなります。こいつも最終メンバーになりますね。さあグリフォン進化のスフィンクス、よし、グループリーダー、今捉えたヘルハウンド、それとアメーバ2体が、最終メンバーということになります。さあモッツさんは一発突破。おっとファイアウェポン、攻撃に追加攻撃が加わりますので45ダメージです。さあなのであの上のドラゴンには動いてほしくないところですが、ロップスさんの方はどうなるか。でモッツさんは火の神殿脱出したところでグリフォンが出現したので、これを捉えていくことでしょう。まあ、しかしアメーバのレベル上がってるから打点が高すぎて、待て、ね、打点が高いからバカちょっと HP 調整にミスったんで、これ捉える連打していかないとダメですかね。ワンチャンゴブリンのブランチアローとかでいいとこまで削れそうですけど、倒してしまうのがちょっと怖いですね。さあクロップスさんも無事に突破。火の神殿のクリア報酬はクリムゾンクリアですね。アースクエイクよりもさらに強いんですが、まあ MP 消費が高くてコスパの悪い魔法ということになりますと、ね、そしてここで初めて鑑定が入りますね。さあ鑑定を終わって必要のないアイテムを取り払っていきますと、ね、ポーション類、それからまあ使わないようななんか進化アイテムですとか、ステータスアップアイテムですとかっていうのを売り払っていきますと。さあそしてこの後アカデミーに行きまして、これだった、はい、グリフォンをスフィンクスに進化させますと。でそのまま妖精ですね、スフィンクスとウルフリーダーヘルハウンド、もしかしたらメーバー1体もかなを、預けまして、まあ、日数を経過させていきますと。さあ40日育成にしていくかな。あ、50ですか。さあ最近割となんかその40日から50日に変化されたって感じですか、ね、レベルが正規のゲームなんで。さあこれは2人逃げにしてアースクエイクで敵将にしながら進んでいく感じですかね。逃げられないので、で、この育成にかかる日数なんですが、ヒルヒラを経由して大地の神殿まで行って往復するとちょうど50日くらいということになりますね。さあクロプスさんの方はアメーバ1体に妖精出していて、モッツさんの方はアメーバ出さないって感じですかね。その情報初めて聞いた、さっき聞いたからお互いあの何でしょう、手の内を隠してみたいな、そんな感じでしょうけど、金が足りない。なるほど金今ないっすもん。まあアメーバを妖精に出すメリットとしては、ラスボスが低 HP 狙いの攻撃っていうか、通常攻撃というのをしてくるので、まあそれを HP の低いアメーバに受けさせるために1体のレベルを上げておくみたいな、そんな感じですかね。いやーこれクエイク言ってるか。さあ今のところ道中の塩化さくらい
ってところですかね。そしてここで、ベルナールさんから話を聞いた赤木太陽の席です行けるようになりますと。ベルナールさんというのは最初にロンスターの積もり方とかを教えてくれた冒険者の人ですね。セリーナさんの幼馴染です。はい、そして赤き太陽の遺跡でレベルを16まで上げます。ノアのレベルが16になるとラストダンジョンである魔人で封印の洞窟に進めるようになるので、まあ、そこで魔人を倒して終わりと。そんな感じですね。で基本としましてはモンスターを戻してノアでアースクエイクを打っていく感じになるんですけども、それはマナマ2個とマナポ1個足りますかね。なんか道中にマナポ3個くらい落ちてるんで。なるほど、全然足ります。さあ道中に落ちてないと解消すれば足りると。なるほどね。で後ろのモンスターがさっきからちょっと残ってることがあるんですけども、このゲーム前衛にいると、まあ、あの物理の攻撃ですとか防御ですとか若干強くなって、後ろにいると魔法攻撃とか魔法攻撃とか、まあ、強くなる感じですかね。さあ、稼ぎなので、まあ、敵は当然多く出てくれた方がありがたい感じですね。でまあわざわざモンスター戻すんだったらなんでノア1人パーティーにしないのかっていう風な話なんですけども、敵の数がおそらくこっちの出しているパーティーメンバーの数依存みたいな感じなので、まあ多く出していればその分多くの敵が出てくるって感じですかね。多分そんな気がする、ね。まあ、体感そんな感じですね。あ、これやばいやばい。おっと、さあ MP がない状態で、おお許されましたね。アースクエイク2発撃てば終わりだったんですが、2発目のアースクエイクを打つだけの MP がなかったので、ちょっと今のが殴られたらモトさんの方落ちていた可能性あります。そんな感じになっていますね。さあモトさんの方固定的戦に入りましたけども、ゴーレムはアースクエイクだと落ちないんですが、クリムゾンフレアだと一発で落ちるので、まあ、ここはクリムゾンフレアを使ってガシガシ殴っていく感じになります。で、妖精で出したモンスターが相当強いことになっているので、まあ、物理に弱い鉱物はこんな感じで殴れば壊滅できます。さあノアレベル10、16まで若干ありますか。待ってブラインドはまずい。ちなみにタイムとかっていうのは今21分結構かかっちゃってる感じありますね。まあ、やっぱり再現失敗がだいぶ響いた感じですかね。いや動かれすぎだってだから割となんかこの化石の時間もだいぶ敵に動かれたりとかノアが落とされたりとかで阿鼻叫喚なことになりやすいですけど、強い固定的には、クリムゾンクリアを使って、まあ、道中は MP 節約の意味も込めて、まあ、アースクエイクで処理していくというそんな感じになりますかね。多分耐性も影響ありますけど多少は。さあそして固定的に、まあ、ほぼ同時といったところですかね。レベル的にはクロップスさんの方がだいぶノアのレベルが高い感じですかね。レベル14なのであとザコ1個で、そうですね、あとザコ1個と固定1個でレベル16ですね。おお、いい感じの6体変化が、これで、ね、倒さないと嬉しいんですがどうでしょうか。さあ残る3体残った、行動のバー的にちょっと怖いですね。3体動かれるんですけども、まあ強いのはドラゴンの物理だけなんで問題はなかったんですね。これで最後の固定を倒せばこのダンジョンを脱出できるでしょうと。もうここの辺のハテナの小瓶は適当に使っちゃって大丈夫ですね。もうポーションだろうがマナコだろうがノアを回復できれば何でもいいみたいな、そんな感じですね。最後の固定は、クリプル一発だと若干めんどくさいので、まあ、ホーリープレイスですとかバトルソングですとかっていうのを使いつつやっていくことになりますかね。で、赤き太陽の遺跡で習得できる封印魔法がジャッジメントですね。単体攻撃で非常に強いです。まあラスボス魔人戦で
重宝することになりますと。いや遅れたな。さあクロプスさんはここで赤き太陽の遺跡クリア。太陽の宝珠っていうのを入手したんですけども、まあゲーム内時間で3年経過するとちょっとあの必要になってくるアイテムなんですが、まあアンティーナで今回は関係ないというか必要のないものですね。さあそして魔法を買っていきます。各種ウェポン、アースヒール、キュアディジーズ、そしてホーリープレイスと、まあ、各魔法の効果なんですけども、ウェポンに関しては1属性につき45ダメージ追加、まあ4属性全部かけると200弱のダメージ追加になるので、これも魔人戦で使っていきます。アースヒールは全体回復ですね。浮いてるやつには無効です。キュアディリーズは状態上回復で、ホリプレが、ヘイストですね。まあ、それぞれモンスターに覚えさせていきますと、まあ、特にスフィンクスにアースヒールを覚えさせるのが、まあ、必須ですね。スフィンクスはまあそうですね、通常プレイでも本当に強モンスターというふうに言われてるらしいので、そのスフィンクスに安定した回復薬を任せつつ他でガシガシ殴っていくと、そういった感じですね。ウェポンも効率よく、ばらまけるようにいろんなキャラに覚えさせて、クロプスさんの方は魔法習得終わって、これから、シャムール村に戻ってラスダンを出しますと。さあここで、はい、アウグを選択するとあのディスティーン参拝が発生するので、まあ、今回はうまいことアワネを選択できましたと。14分か。はい、でここ地味に固定抜けがあるんですが、入ったところから左出っ歯で抜けられるので、まあ、画面すら映らないというかわいそうな固定がありますね。でラスダンの雑魚戦は基本的に逃げ連打で OK です。さあそして固定1、これも若干めんどくさいんですが、ホーリープレイスバトルソングをかけてノアでアースクエイクをひたすら打っていくことになりますね。あ、クリムゾンフレアはあの金策のために売りました、ちなみに。強かったんですけどね、まあ、消費 MP が若干多いっていうのと、あと火が効きにくい敵がそこそここの先いるので、まああんまりね連発もできないし、ちょっとあれかなって思って、ね、言った感じです。で後ろは物に弱いので、前にいるウルフリーダーとヘルハウンドで、後ろの敵を殴っていきますと。さあそしてエアバインドですとかミストですとかっていう、なんでしょうね、まあ、ミストは暗闇、エアバインドは、スローです、ね。まあ、そういった状態上がかかると面倒くさいので、キュアディーズで、まあ、ちょくちょく回復しながらやっていくと思いますね。さあそして右下の1体は最後ジャッジメントで単発で OK なので、これはモンスター戻さずに足りない、ね。さあスフィンクス残したかった気もしますが、まあそこはチャートの差でしょう、おそらく。はい、そしてモッツさんの方もここで、不意の洞窟に入りました。で道中のアイテム2つ回収していきます。両方ともエリクサーですね。全体回復です。まあ何でしょう、コテージ的なそんな感じのやつですね。さあウルフリーダにバトルソングを入れる。基本的にバトルソングってノアとアメーバ1体くらいに入れるもんなんですが、まあ安定をとってウルフリーダにも持たせているといった感じでしょう。さあそして固定2体目の方にクロプスさんが入っていきます。ワルキューレとドラゴン5体ですね。まあ、こいつらもミストですとかエアバイトですとかっていうのがめんどくさいので、まああんまりそういうの打たれずに殴ってきた感じですね。さあバトルソングとアースクエイクジャッジメントで攻めていくんですけども、ああアメーバ2体が速攻とされるのはちょっとめんどくさいですね。バフ巻くのが遅れます。真ん中の前列にいる、アーマードラゴンっていうのは、バトルソングをかけた状態のジャッジメント一発で落ちるんですけども、まあ素早さが低いので動く直前くらいまでは放置してても大丈夫という判断でしょうかね。そうですね、
なんか周りを落とした方が結局早い。まあそうですね。さあそしてエアバインドで、スフィンクスが、まあ、地味に、ね、声をかけていくと、レジストファイアとかそういう無害な行動をしてくれると結構楽なんですけども、はい、今541ダメージ受けました。ジャッジメント非常に強いです。おっと、走行落ちるのはちょっとめんどくさいですね、敵個体の声で。左下も確かいい感じに削れていたんですけど、ヒールウォーターでちょっと一応回復されているので、アースクエイクの MP はおそらく足りるんですけど、相当グダッとする。怖い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 。これうっかり戻るっていうコマンドがモンスターにあるんですけど、戻るをしてしまうと戦闘に戻ってこれなくなってしまうので、それだけはしないように注意ですね。あ、なんとかなりましたね。これで待って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 、そのミストはやばくない？さあこれで、ね、違う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 、もっとジャッジメント打とうとして、まあ1個右を収集させたことで、バインドじゃないバインドじゃない、待って、フロックスさん焦ってますね。待って当てろ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 、外す。コースもあんまりダメージ取らない、まあ、高熱だからですかね。当たんねー。おっと、さあノアの MP が尽きてしまいそうですが、そうした間にモッツさんが追いついてきてるか。まあよっぽどのことがない限りはクロップスさんの方が先に入りそうですけど、よっぽどのことが若干起こっている。こいつマジでちょっとこれはこれはもうスフィンクスの打撃に頼っていくしかないですね。この事故は珍しいですね。あんまり見ないタイプの事故でしたけども、まあこうやって下ってしまうこともあると。で、ラスボス戦魔人ですね。全体毒、それから高 HP 狙いの瀕死攻撃。まずこの時点で瀕死にされたキャラが毒で死ぬっていうのは、まあそうご想像できるかと思いますけども。そして低 HP 狙いの打撃というのがあります。はい、まあどれもデスコンですね。行動連続して行動されたらまあ死にます、はい。まあ、なのでできるだけ割り込めるように頑張ってホーリープレスを巻いていくしかないですね。まあ、魔人は AGI が200と非常に高いので、ホーリープレスがないとも話にならないです。そしてこれ開幕打撃は打たれなかったので、アメーバが2体とも残った。補助巻きがこれ非常に速くなりますね。ホーリープレスと各種ウェポンを巻いて、バトルソングも巻いて、ノアがひたすらジャッジメント打てるっていう、そんな感じになっていますね。さあそしてスフィンクスのレベルをかなり上げているので、おっと刺さってしまったが、これは問題ないかな。魔人デスをスフィンクスに集中させて、まあこんな感じで回復入れつつって感じですね。高熱のスフィンクス相手だと、まあそこそこ魔人デス外れてくれるんですけどね、結構なんか当たってるの見ますね、さっきの練習から。さあここで低 HP 内の打撃がアメーバ一体に刺さってしまい、これでまあ補助巻きが若干遅れていく感じになりますね。でモッツさんの方はこれは初手打撃を効いたのかな、なのでちょっと補助巻きが遅れてしまう感じですね。さあ魔人戦の速度的にはクロップスさんの方が優勢ですかね。魔人は一応行動順固定みたいな感じなんですが、今のアースクエイクの後、ちょっと次防御してメテオが入りますか、ね、これああそっか防御か大丈夫か。まあ全体攻撃が続くところっていうのが結構あるので、そこでうまいこと回復割り込めるかどうかなんですが、これはまあ運ゲーですね。初期素早さの初期行動場の位置にもうお祈りするしかないですね。さあ防御を入れて、ここはしっかり耐えつつはスキルで回復して、メテオの後が打撃が発さなかったらすぐにカオスフィールドっていう全体魔法が飛んでくるので、まあそういったものの改革の一つでしょうと。アースフィールドから、次も打撃が挟まなかったらアースクエイクですね。まあ、打撃は割とランダムで挟まるのか、もしくは何でしょうね、経過日数とかなんですかね。あんまりなんか解明されていないので、ちょっと黒い姫の解析税っていうのを割とお待ちしているんですけども、我々としては心当たりの方はぜひとも、ね、ちょっと我々にご連絡いただければと思います。さあそんな感じで、犬2体に
ウェポンを巻きつつ、ノアがジャッジメントを打ちつつスフィンクスで回復していくというのが、まあ、この魔人戦の基本戦略になっていますね。これでもその妖精によってモンスターのレベルが相当上がったことで、まあ、かなり魔人戦安定して戦えるようになりました。さあ2回目の魔人ですとメテオなのでちょっと差はありそうですけども、ジャッジメントがそろそろ打てなくなる頃ですけども、順調にダメージは入っていてるのでクロップスさんそろそろ倒せる頃でしょう。まあそうですね、毒からの魔人ですが即死っていう風にさっき言ったんですけど、スフィンクスはあんまり毒入らない、後ろ後列にいて魔法耐性がそこそこ強いのでもっとさ、あの歯にマジで進んできましたけど、まあ、怖い怖い、なんでしょうね、毒品種が即死になりにくいっていうのがスフィンクスに、マジンデスを集中させるメリットでもありますね。こう HP 狙いですよね。さあ、ノアがやることなくてスフィンクスにウェブを入れ出すっていうような感じになりますね。まあ、ジャッジメントもね、やっぱその MP 食いますんでね、なんだかんだ言って一生懸命。おー、さあ、クロップスさんここでできたんですね。これでクリアとなります。行動順噛み合わねえ、手持ちさんの方が行動順噛み合わねえということで、あースフィンクスがここで動けているんですけども、まあそうですね、魔人が全体攻撃打った後にアスキール打てるのが一番いい展開ですね。大好きなお父さんへ。先ほどみたいにダークフィールドの後とかに動ければあまりうまみはないっていう、そんな感じですね。はい、で、このエンディングがまあ攻略本でいうところの、トレジャーハンターズというエンディングナンバーワンになりますね。さあウェポンが入りきっていないのもちょっときついところかな。これは決めなさいって強く抱きしめてくれたこときっと忘れません。さあクイックまで入るともこれも発狂エリアみたいなやつですね。最近発狂しないですね。そうですね、割ともう発狂入るようなことは最近ではほぼないと言っても過言ではないみたいな感じですけども、ここからメテオ連打が飛んでくるので非常に怖いんですけども、なんとか倒してみましたと。はい、そして、まあ、エンディング見終わって、スタッフロールが流れて最後にフィンと表示されるので、まあ、そのフィンが表示し始めたらタイマーストップっていう感じですかね。結構早かったですね。そうですね、もっとやらかすかと思ったんですけど正直何だかんだ言って40分切りましたね、うん、なんか再現ミスったらなんか5分くらい遅れるイメージがあったので40分くらいかなと思ってたんですけども、これ37分切るくらい、ね、そんぐらいですね。全然普通に早かった。いやー、まあなんでしょうね、こう初期再現決まらなかったモッツさんよりも多分あのコマンドミスったクロプスさんの方が泣いてるかと思いますけど酒場選んでしまったのは連打が止まんなかったですね。なるほど、もう手が止まられなかった、はい、さあモッツさんの方は、いやー、やっぱり緊張しますねこういう打ったり、もう慣れてないんでね、やっぱりぼちぼちちょっとタイマーが、はい、ごめんなさい。さあクロプスさんの方はここでタイマーストップですね。はい、見えないね。36分49ですかね。そんぐらいですかね。再現なしだと十分早いですね。そうですねやったそう、今回差がついたのはでもどこになりますかね。火山が入るくらいまでは割と並んでいた感じはあったんですけども、どこですかね。多分なんか火山育成してる途中で結構めっちゃ絡まれてた印象があって持ってた。僕全然喧嘩しなかったんで 3回ぐらいアースクエイク打たれた気がするから、うん、そこかな。なるほど、主に、まあ、あとは多分レベリングが多分僕スムーズだったんでほぼノンストップでいったんで、まあそうですね、ちょっと応援歌自体を2回ぐらい挟まったから、うん、最後の回入った時にもうレベル14とかでしたもんね、うん、
多分なんですけど、僕アメーバ育成したじゃないですか、はい、あれでよかんないんですけど、多分なんかレベルが上がる的な、多分このゲームノアとかパーティーの強さで敵ちょっと強くなるじゃないですか、はいはい、若干経験値増えてんじゃねえかみたいな、いや知らないですけど、あはい、モートさんの方もタイマストですね、うん、なるほど、じゃあその辺もね、あの解析できる方っていうのをちょっとお待ちしておりますので、そうそう、あの我々のもうツイッターかどっかまでお願いします。いや、はい、式じゃ求むと、はい、じゃあそんな感じで、あとなんかもうないか、もうまあそうですね、こんな感じの40分くらいで終わるゲームなんで、まあ皆様あの何でしょう、気軽に手を出していただければと思います。はい、まあ、ノア自体もね、あのなんか多分スルカレとかでめっちゃ安く売ってると思うので。あ、それ口に出しちゃう。あの、まあ、僕もあのなんか190円とかで買いましたんで。あのゲームアーカイブあります。あ、アーカイブあるんですか。ありますね、はい、なるほど。はい、といった感じでですかね。じゃあ、はい、終了で、はい、いいですかね。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。